皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もブロスタの、配信ですね、行っていきたいと思います。配信じゃないですね、こちら普通のゲーム実況ですね。さあ今回なんとですね、私トロフィーがですね4000いきました。4013とパチパチパチということで、いやー頑張りましたね。皆さんと今日もライブさせて、一緒にお遊びさせていただいたんですけど、さあなんと私、8位あった。たい焼き物さん抜かれてる。あ、竹彦さんもちょっとギリギリ、すごい4001おめでとうございます。さあお茶さんもですね3725、皆さん頑張ってください。4000いかれてないからですね。そう、ここでですね4000に行ったらですね、なんとですね、新しいキャラクターティックちゃんですかが手に入るということで、今回ですねティックちゃんをですね、手に入れて、お遊びしたいと思います。さあでは行きましょう。お寿司さんが最下位とということで、こちらの左上のこのマークを押していただいたらですね、パワーポイントとかですね、どなたがいいですかね、どなたが強く、まあまだ弱い方ですか。じゃあカールちゃん、ちょっとさあどんどん続々と回収していきましょう。ですから私まだ1000のブロックアンロックしてないんですね。さあということで、キャラクター私今回4人ですね、ブロックさん入ってきましたね。強いですよね、手に入ると。さあリコちゃん、ローサちゃん、ローサちゃんも強いですよね。いやー迷いますね、どなたが強いですか。やっぱジェシーちゃんとかも強いですけど、パムさんも強いらしいですね。ですからちょっとパムさんもレベル上げていきますか。最高パワーは10ですかね今のところ。お、ビッグボックス、なになに、おお、コインが88、あ、しかもボーナスが、あー嬉しい、エメラルドいいですね。いやパワー10って相当果てしない戦いだと思いますけど、あ、ブロックちゃんもちょっと開けておきますか、せっかくですから。お、ダイナマイクくん、ダイナマイクくんも強い。私もダイナマイクちゃんにはたくさんやられましたからね。壁沿いの攻撃とかはすごいですよね、近づけないと。わあ、パワーポイント150も、そんなに。あー、じゃあマイクちゃん強いから行きましょうか。でバーリーさんと同じような魔法使いの炎を投げる子いますよね、フードかぶった、ほんとなんか黒魔導士さんみたいな感じの。私そちらの方も欲しいんですけど、まあ今回などチックちゃんもですよね。さあこれはあれですね、トロフィー3000手に入るボーちゃんですか。まあボーちゃんといってもあれですよ、あの鼻から鼻水垂らされてボーっとされてるボーちゃんではありませんから、クレヨンしんちゃんですかと。そうですね、懐かしいですね、鼻水アタックみたいなですね、くるくる回しながら攻撃をするという。出てこないですか。いや出てこないですよね、ブロスターさんねそういうキャラクターが。さあではペニーちゃん、あ、カールさんも使いたいですよね。わあザクザクですね、600ダブルトークンが。あ、問題あとティックちゃんが回収してから、あ、もうそろそろ。さあやってまいりました。ではお待ちかねですね、ティックちゃんです、ドーンと。さあありがとうございます。トロフィー目標キャラクターと、ティックは溢れ出す闘志とエネルギーで稼働すると、金属弾のような存在と。どういう存在なんですか、嬉しいんですかね、あなたは金属弾みたいな存在ですよみたいな。さあではですね、まあ問題はレベル1ということなので、ティックちゃんがですね、少しブロスターボックスですね開けていきたいと思います。まあでもあとはティックちゃんでいるからですね、せめてレベル2にはしたいパワーをですね。あー出ないですか。他なぜか同じようなキャラクターが
リコちゃんが多いですね、なぜか。あれもしかして ここで私の運は発揮されないと。いや、全く出ないですね。あー、リコちゃん多いですね。なんででしょう。あ、スパイコくんも嬉しい。お、ティックちゃん、あと1回出てくれれば。おー、ダブルトーク200も嬉しい。あー、出ないですね。新キャラ出ていただいても嬉しいですけど、私まだ欲しいキャラクターたくさんいますからね。持ってないキャラクターあー、出ないですね。こんなん出ないんですか。やっぱキャラクターが増える分出にくいですか。あ、ボーちゃんも出ましたね、今。まあ、気づけばエメラルドも結構増えてますよね。142個もあります、エメラルド。おお、8個もすごい。まあ、こちら貯めたら購入もできるみたいですよね。あ、出ましたか。足りない足りない。今15ですか。20分の15ですよね、多分。あー、出ないですね。あと1回出てくれればレベル上げられるんですけど。お、出ました。やっと出ました、嬉しい。さあ、では、なんか他の方がアップルグレードたくさん抜きますね。さあ、では1回ですね、プレイしていきたいと思います。どこがいいですかね。エメラルドハンドとかいいですか。いや、ほんと敵さんがティックちゃん使われたらエメラルドハンドも真ん中寄れませんからね、なかなか。さあ、今は深夜の1時半ですね、土曜日なんですけど、ライブ配信終わってからですね、一人で黙々とトロフィー上げ頑張ってましたので、皆さんからですね、なるほどさん、ゲームばかりしないでちゃんと休んでくださいと、わかりましたって言ってですね、こっそりライブ配信終わった後にずっとゲームでトロフィーを稼いでるという。あー、こんな感じですか。あ、一応3つあるんですね。カールさんとか1個ですけど。カールさんぐらいなんですかね、1個しかないの。さあ、なんか喋られてる。ロボット風に。あ、強い。まあ、でもやっぱ1ポイント少ないのと、結構近くに寄られちゃったら難しいですよね。さあ、スキル行って、おお、強い。あれがワンワンちゃんみたいな、なんかなんですかね、マリオブラザーズみたいな。あー、近づかれちゃった。さあ、いい勝負ですね今回。エメラルドはあれですよね、こちらの近い方にある場合は拾わなくていいですよね、基本的に。あ、相手の方6個。あ、こっちに来ちゃった。さあ、カールちゃん、相手の方倒せば、お、すごい、いけますか。あ、あと2個。あ、向こうにあるんですね。さあ、あと1個ですね、こちら。頑張って真ん中に爆弾ちゃんと膨らしておかないと。お、すごい、あとは頑張って逃げないと。おお、いいですね、スキルが。さあ、行きましたか。さあ、ありがとうございます。こちらのチームの勝利ですね。おお、しかも MVP なんで、嬉しい。さあ、これで次あれですかね、トロフィー5000はまだキャラクターないですけど、今後は多分キャラクターまた増えるんですかね。ティックちゃん増えましたからね。わあ、メガボックスがありますか。いいですね。私まだ開けたことないので、次は
5000トロフィー目指して頑張りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。またライブとかですね、ゲーム実況もたくさんしてますので、よかったらそちらもですねご覧くださいませ。ではまたですね、次の動画でお会いしましょう。さようなら。